ミカコさん、妊娠したらしいじゃない。お母さん、こんばんは。報告が遅くなってすみません。そちらに伺うときに直接お伝えしようと思ってたんですが、ケータから聞いたんですか？最近こっちに来ないからおかしいと思ってね。問いただしたら白状したのよ。そんな大事なことを隠しておくなんてね。本当にあなたは私たちのことを家族だと思ってるの？隠していたつもりじゃないですよ。もちろん報告するつもりでしたけど、そちらに伺うタイミングがなかったもので、つわりもひどくて、なかなか行けなくてすみません。つわりを言い訳にするなんて本当に都合がいいのね。え？信じられないわ。こんなことしておいて。つわりを言い訳に挨拶にも来ない。どういうことですか？喜んでくれるかと思ったんですけど。あなたね、リナより先に妊娠？そんなの私が喜ぶわけないじゃないの。リナさんですか？え？長女のリナが普通は先に妊娠すべきでしょう。あんたは弟の嫁なのよ。なのにあなたが先に妊娠したなんて、リナに恥でもかかせたいわけ？ちょっと待ってくださいよ。そんなわけないじゃないですか。リナさんと張り合ってるわけじゃないんですから。リナが妊娠するのを待つのが弟嫁の役目じゃないの？そんなこともわからないなんて非常識ね。妊娠といっても、リナさんまだ独身ですよね。結婚してないにしても、恋人もいるかどうか知りませんし、どっちが先に妊娠すべきだとかいうのはないんじゃないですか？だからそういうのが非常識だって言ってるのよ。非常識？そもそも弟のケータが先に結婚しただけでも、私はリナが不憫で見てられなかったのに、今度はあなたが妊娠？そんなの許せないわ。許せないって言われても、妊娠を喜んでくれるんじゃないんですか？リナさんより後とか先とか関係ないですよ。ケータの子供なんですよ。実の娘のリナに先に妊娠してほしい。これが親として当然の感情だと思います。あんたは非常識すぎてわからないのね。非常識って、それが常識だって聞いたことないんですけど。あら、私が間違ってるとでも言いたいの？嫁のくせに生意気ね。だから妊娠なんてするのよ。お母さん、まるで妊娠したのが悪いことみたいに言うんですね。私はてっきり喜んでくれるかと思いましたよ。リナの後に妊娠したら喜んだかもね。でも非常識なタイミングで妊娠するようなあなたに、これ以上何も言うことなんてないし、お祝いが欲しいとでも言うわけ？そんなことは言ってませんけど、非常識なタイミングと言われるとは思いませんでした。残念です。もうすぐ帰るよ。今日は体調大丈夫？大丈夫だけどさ、お母さんに私の妊娠のことを言った？ごめん、今日電話でしつこく聞かれたからつい言っちゃった。後で話そうと思ってたんだけど、もしかして母さんから何か言われた？リナさんより先に妊娠するなんて非常識だってさ、そんなこと言われると思ってなかったよ。非常識？そんなこと言ってたの？弟嫁の私は先に妊娠すべきじゃないらしいよ。でも姉ちゃん結婚もしてないじゃん。しかも引きこもりだし、姉ちゃんの妊娠なんて待ってたら年寄りになっちゃうよ。そこまで言うつもりじゃないけどさ、どっちが先とか関係ないよね。関係ないに決まってる。まあ今はそうやって言ってるけどさ、実際生まれたら喜んでくれるでしょう。あの人だって俺の親なんだからさ。そうだよね。腹の虫の居所が悪かったとかかな。だな。あんまり気にすんなよ。わかった。じゃあ待ってるね。ミカコさん、今日うちに来てくれる？どうかしましたか？ちょっと家の片付けを手伝ってほしいのよ。人手が足りないの。片付けですか？私もう臨月なので、あんまり重いものとか持てないので、お役に立てないかもしれないんですけど。臨月を言い訳にするの？私が妊娠してた頃はそんなこと関係なく、出産する瞬間まで働いてたわよ。そんな弱気でいいの？そうですか。すみません。弱気なつもりではなかったんですけど。とにかくすぐに来てくださいね。私の手伝いくらいできるでしょ？これでもまだ嫁なんですから。わかりました。とりあえず向かいますね。あんまりお役に立てないと思いますが、できることはやらせてもらいますね。どう？お腹どうなった？一体どういうつもりだったんですか？あなた、自分が何したと思ってるの？何が？臨月の私をわざと本棚の下敷きにしようとしたでしょ。何がしたかったの？流産させようとしただけだけど。は？実の娘のリナより先に孫を産むなんて許さないから。何言ってんの？流産させようとしたって、正気？そっちこそ妊娠するなんて正気？リナを差し置いて嫁のあんたが先に妊娠したなんてどう考えても許せないのよ。で、どうだった？どうだったって何が？私の計画は成功したかしら。嫁の分際でうちの娘より先に孫を産むなんて許しませんよ。本棚の下敷きにされて無事流産したかしら。
絶対許さないから。黙れ、ダメ嫁。お前は当然の裁きを受けたまでだよ。タイミングが悪かったんだから仕方ないでしょ。まずはリナの妊娠を待ちなさいね。いい加減にしろよ、このクズババ。は？私をここまでブチギレさせたこと、後悔させてやるから。絶対に地獄を見せてやる。あんたは本当にダメ嫁ね。姑にそんな言い方していいと思ってるの？嫁だからってそんなことしていいと思ってた？復讐の鬼と化してやるわ。クズギボ、お前を追い込んでやる。はいはい、怖いですね。やれるもんならやってみれば？そうさせてもらいます。さようなら。ちょっと、うちの夫が帰ってこないんだけど、何か聞いてない？連絡しても出ないし、ケータにも連絡つかないのよ。聞いてみてくれない？あんたはもう終わりだよ。は？もうあんたのしたことは速攻で被害届提出したし、うちの夫にもお父さんにも事情は説明しました。何言ってるの？事情って？自分がしたこと、まだ理解できてないのね。あなたは私を本棚の下敷きにしようとしたのよ。私の赤ちゃんを流産させようとしたって、自分でも言ってたわよね。だからって被害届って何よ？一体どういうこと？なんで被害届なんて出すのよ。被害届って警察にってこと？当たり前でしょ。赤ちゃんを流産させようとした時点で故意だよね。それに一歩間違ってたら私も赤ちゃんも命の危険があったの。それだけのことをしたってまだ分かってないんですか？大げさね。あなただってこうやって連絡できるんだし、別にそんなに問題なかったんでしょ？ええ、赤ちゃんは無事でしたよ。じゃあいいじゃない。そこまで大事にする必要はないんじゃないの？私は足を骨折しました。え？しかもあなたは本棚を私の方に倒しておいて、そのまま出て行きましたよね。たまたまスマホを持ってたから救急車を呼べたけど、放置されてたら赤ちゃんにも危険でしたよ。自分がしたこと、わかる？そんなに？救急車まで呼んだの？そんなことしたら近所で話題になっちゃうじゃない。もうなってるでしょ。とっくに話題になってるはずですよ。あの狭い住宅地に救急車が来たんですからね。余計なことして。なんで救急車まで呼んだのよ。あんたのせいでいい恥さらしよ。恥さらし？自分でしたことの結果なんだから、自業自得でしかないんじゃないですか？ケータも事情を知って、ぶち切れてますよ。ケータにまで言うなんて、本当に余計なことしかしないのね。こっちのセリフですよ。私たち夫婦は、あなたとは絶縁します。絶縁？二度と私たちの前に現れないでくださいね。話す気もありません。顔も見たくないんで。二度と顔を出すなよ。あんたはどうでもいいけど、ケータとは絶縁なんてできないわよ。私たち親子なんですからね。あなたが何を言ったって無駄ですよ。無駄と言われても、本人が言ってるんですよ。え？ケータが？自分の大事な子供の命を奪おうとしたんですよ。それを自分で自覚してないから、立ち悪いですよね。立ち悪いって何よ。私は別にそういうつもりじゃなかったし。あなたがどういうつもりだったとか感情は知らんけど、赤ちゃんを流産させるつもりだったって自分で言ってたし、それが結果的にケータの子供を奪うことにつながるってわかんない？そこまで頭が悪い？姑になんてこと言うの？もう姑でも何でもなくなりますから。私たちは他人です。絶縁するんですからね。実の娘のリナさんが出産できるといいですね。相手もいないみたいですけど。うるさい！リナをバカにするな！バカにしてるのは自分ですよね。自分の娘にも息子にも嫌な思いさせてるの。リナさんが妊娠なんて望んでないのも気づかずに、そういうのがプレッシャーになってリナさんが引きこもったの。それすらも知りませんでしたか？そうなの？とにかくあなたは私たちにとっては有害だから、子供が生まれても会わせるつもりはありません。孫だなんて思わないでね。でもリナが妊娠する気がないんだったら、その孫は私の初孫だし、もちろん可愛がるから大丈夫よ。今更何言ってんの？結構です。あなたに子供を会わせる気はない。本棚に下敷きにしてまで流産させようとしたイカれたババアに合わせるわけないでしょうが。言い過ぎじゃないの？わかったわよ。謝罪するから。やりすぎを認めます。これでいいでしょ。うちの旦那だって孫に会いたいだろうし、絶縁なんて変なこと言うんじゃない。お父さんにはもちろん会わせますよ。もう事情を知っていて、完全に私の味方なので。はい？あなたの味方？そうです。あなたのこともお父さんから謝罪されたし、今病院に来てくれてますよ。え？なんで？いつの間に？あなたに対してはもう呆れ果ててるみたいですね。まあ、あなたのしたことを考えたら、家族全員に見捨てられて当然ですよね。今後は、一人で孤独に生きたらいいんじゃない？そんなこと言わないでよ。私の老後はどうなるの？大好きなリナさんに頼れば？あの子は働いてもいないでしょ？ケータがいないと私たちの老後はどうなるのよ。知るか、この自己中ババア。自業自得なんだから自分で考えれば？地獄に落ちな。
非常識なのはどっちだったか、明白だね。その後、姑の朝子さんは旦那さんにしっかり怒られ、離婚を言い渡されて家から叩き出されたのだそうですよ。美香子さんは子供を無事に出産することができ、啓太さんやお父さんにも祝福されたのだとか。そこへ朝子さんが孫に会わせると無理やり会いに来たんだそうですが、被害届も出されていたので、すぐに警察が駆けつけて連行される修羅場になったそうです。自業自得ですからね。救いようないですね。